はい、キャプテン浩二です。はい、こんにちは。ただいまの時刻ですけれども、2024年の、8月1日になりましたね。そして、ただいまの時刻2時、お昼のね、2時15分になっております。そして、今の時刻ね、ものすごく暑くなってると思います。外はどうか知らないんだけれども、天気温度ですね。ああ今現在36度になってますね。実際あの外に出てみたわ出てねあの温度計で調べたわけではないんだけども、もうねこれマジでねあのスマホのね、温度ね、スマホの温度表示されるんだけども、もう36度という凄まじいね。ここでね、福知町ですけどもね、福岡県の福知町で36度っていうのは、今までね、この天気のこの温度見た限りでは、今まで35度が最高だったかな。で、まあ、外に出てば分かるんだけども、暑いので、部屋の中でゆっくり、メラトリンというか、セロトリンというか、ゆっくり、お昼はね、過ごしております。はい、それではね、もう本題に行きましょう。メルカリショップス実践中の情報でございまして、8月1日になりましたので、先月のね結果報告ということで見ていきたいと思います。そしてね、8月1日、なんだ、月がね切り替わりましたので、このようにねアマゾンのね、レシートを後で、経費をね計算して、スプレッドシートに、やるわけなんですけども、なんというかな、まあパソコン見てもらいましょうかね。見てもらってはいけない部分もあるんで、ちょっと下に向けときます。そして、まあね、ゆっくりね報告したいと思いますけれども、メルカリショップスね、実はね8月1日今日もねこのように、ちょっと上向けないといけないね、これちょっと待ってね、ここだけね発送件数1件来ておりまして、そして売上分析から見てもらおうかな。分析ね、はい、このようになっております。あ、これは、まだね、分析でね、まだこのように7月のが出ております。明日切り替わるのかな。そして、1日のね、最高のね、人数が39人ですね。7月2日39人。そして7月30日が39人という方ことになっておりまして、過去最高を記録しております。売上が 17,115円ね、もうほぼ毎日だね、後半はね、こんな感じでほぼ毎日売上が来て725人の、入ってきました。そして、売上の方を見てみようかな。はい、こんな感じで売上も、あ、これはもう切り替わってますね。8月1日900円、1000円のね、1000円を購入してもらったので900円、もう900円の利益が出ておりますということで、販売利益の方を見てもらえると、利益の方ね、今度はね、月収入ね、月収入ね、収益の方は14,972円となっております。ここから200円引かれるんで、14,772円かな。引かれて、また今月8月のね、11日に、お金が入ってくるということで、もう5000円超えてますのでね、5000円超えればもうお金が入ってきますので、嬉しいですね。はい、こんな感じでね、もう過去最高を記録しております。先月もね、ほぼね、過去最高だね。12月に6575円で、先月は6197円だったけども、今月はさらにね
その倍以上の 14,972 円ということになりました。嬉しい限りですね。ショップの評価が出てますので、ちょっと見てみましょう。はい、パンテンダメージケアね、この度はありがとうございましたなので、これ返しときましょう。こちらこそ、ちょっと待ってね、ちょっと僕の顔でも見とって、こちらこそ、ありがとうございましたね。はい、ショップのね、評価が来るんですね、こんな感じで。ほとんどね、もう悪い、残念なことはないんだよね。いい評価ばっかりが来るので、どんどんいい評価が溜まっていきますね。で、残念なことは押してみるとあるかな。と言ったら、全くないんだよね。全くないんだよね。いい評価ばっかりなんですね、こんな感じでね。いかがでございましょう。もうね、70件以上売ってますので、この評価嬉しいよね。で、また今日もね、注文が発送待ち1件で、もう、今日朝来たんで、もう送ってしまいました。クリックポストだったのでね。そして、こんな感じで、毎日、ほぼ毎日ね、来てるので、もう嬉しい限りでございます。はい。それではね、ちょっと落としても悪い部分もあったので、後でね、ぼかしを入れたいと思いますのでね、個人情報とかね、僕の見てもらってはいけないものもありますので、こんな感じで。そしてね、ここ最近、アマゾンではね、売り上げが減っております。その理由は、ちょっとね、今、夏で暑い時期だし、イベント、花火大会とかそういったもので遊びほうけてる人がたくさんいるのではないかと思いますので、もうちょっと涼しくなればね、売り上げが伸びるんではないかと思いますので、今日のアマゾンのね、売り上げはどれぐらいかな。ああ、まだ3件だからね、3件しか来てないんで、アマゾンの売り上げがちょっと少なくなってるということになります。はい、そんな感じで、それではね、まあこんな感じでやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。それではね、まとめに入りますけれども、いかがだったでしょうかね。直にね、僕がね、稼いでるところをね、見てもらってるわけなんですけどもね、これでね、皆さん元気になってもらってね、自分でもできるということが分かったら、まあメルカリショップス僕やってるんだけども、メルカリも一緒だからね、やり方はね。だからメルカリで、まず家の不要品を販売してみてね、やってみてください。そうすれば利益は少なからず出てくると思うし、出てきたり、その自信持ってね、自信がついてくるんだよね。メルカリショップで販売して、販売実績がどんどん増えていって、で、いい評価もどんどん増えていくと、自信がついてきますので、それで、そうなってくると、もうね、メルカリショップスの方で、個人事業主としてね、事業展開できると思いますので、それで、目利きね、商品自体に価値があるから、お店でこれ売れそうだなという商品がありましたら、それ仕入れてメルカリショップスで売ってみて、売れやすい商品を売ってみるということはね、僕みたいに家のね、新品商品がアマゾンでね、眠ってる、売れてない、アマゾンで売れてない眠ってる商品がたくさんある場合は、そうやって発送してみるというか、いいと思います。それでここでおまけなんですけどもね、よく売れる商品としてはやっぱりね、キャラクターものの商品がよく売れますね。スポンジボブ知ってるかな？スポンジボブ、アメリカのね、アニメのね、スポンジボブ。スポンジボブの関係のノートブックね、5冊入りのね、大学ノートね、それがよく売れてます。それ買って売ってみてください。メルカリでも売れると思います。
メルカリショップスはもうそれだけ売っていくっていうのはちょっと難しいんだけども、まあ難しくはないんけれども、あのアマゾンみたいにね、あの一品売れたらいくら取るみたいな感じで、でアマゾンみたいにあの月に5000円ほどの出品手数料もかからないんで、そういったあの売れ筋商品ね、そういったものを仕込んでおいて、そしてあの売れたらもう儲けが出るんで、メルカリショップスはね。それが嫌だったらやっぱりあのスポンジボブとか、もう一つ売れるのはドラえもん関係かな。ドラえもんのキャラクター、まあドラえもんの何とは言わないけど、売ってみてね、結果が出ないといけないんで、まあ今言ったスポンジボブの大学ノート5冊のやつね、スーパーに行けば299円で売ってるんで、それを、ちょっと利益の取れる形で、売ってみるとか、あとはハローキティとかもありますんで、試しにそれ買って出してみるとか、アナと雪の女王とかね、昔流行ったね、あの映画でね、アナと雪の女王の5冊のノートブックとか、それはあのすぐには売れないけれどもね、ぼつぼつ売れますんで、それも買ってみてもいいと思います。メルカリショップスでね。メルカリはまだ売ったことないんで、売れるかどうかわからないんで、確実な情報としては、スポンジボブとアナと雪の女王ね。これはメルカリショップスで売れるんで、すぐに売れるのはスポンジボブのノートですね。これはもうあのすぐに売れます。出したらすぐに売れますんで、損はしないということで、これをずっと回していくと。でスポンジボブっていうのはちょっと値段が今あの物価が上がってるんでちょっと高くなってるんで、今売ってるかどうか知らないけれども、売ってればちょっと1冊1個ね買ってみてね、値段がちょっと上がっててもやっぱり人気の商品だから売れるんで、売ってみてもいいと思います。で、あとよく売れるっていうのは何かな、まあそうそうないんですよね。やっぱり多品種をねたくさん販売しないとやっぱ売れないんで、今売れてるのよく売れてる、すぐに売れるというのがスポンジボブね、今言ったね、スポンジボブで、あともうたくさん出さない、たくさん出して、1ヶ月に1個売れるとかそういったものですので、今夏場ですのでね、蚊取り線香のあの皿ね、蚊取り線香の皿とかもまあぼちぼちですけども売れるんだよね。だから損しない形で売っていくということが大切なので、いろいろ出してみて、ほて売れやすいものっていうのが必ず出てくるので、ね、それを出してみればいいのかと思います。よく売れるのがね、ゴキブリの宝山団子ね、ゴキブリがよく出てくる時期がこれから入ってくるんだよね。トーマスとかもね、ハローキティ、ペットボトルオープナーとかね、昔ね、今ね、もう、原価割合するから、リニューアルしてね、ハローキティとか、コラボね、100均でコラボの商品とかも出ないんだよね。コラボ商品があんまり出ないんで、まあ、そういったものが、虫除けとかね、そういったものがポツポツ売れるんだよね。で、絶対に売れるかといったらそうでもないんだけども。ですので、非常に難しいところではございますが、まあまあ。はい、そんな感じでね、やっぱり夏場だから汗かいて、液体洗剤とかもよく売れます。よく売れるというかポツポツは売れるんで、この夏は最高の、記録が出たんじゃないかと思います。で、まあメルカリショップスのいい点はね、まあ先月7月はね、僕頑張って、この結果を出したんですけども、
8月はね、もうそんなに無理しない、頑張らないでどれぐらい結果が出るかだよね。まあそれもやってみようかなと思ってます。頑張らなくて1万円ぐらい稼げれば嬉しいじゃないですか。ですので今月はもうそんなに頑張らないけれども、出品ね、アップロードする商品ね、たくさんありますので、これをぼちぼちね、出品していくだけにします。そして売れても売れなくてもね、これはまあ別に出品するアップロードする商品はたくさんあって、そしてぼちぼちやっていくんで、やってもやらなくてもいいんだよね。やらないでこのまま止めておいても、商品はこの中から、今アップロードした商品からどんどん売れていきますので、結果はやっぱり出てくると思います。また売れれば僕の利益、全て利益になるんでね、売上が上がれば上がるほど僕の、懐がね、豊かになってくるという風な感じ。懸念点としましては、やっぱりAmazonがね、今売れてないので、その代わりメルカリショップ数が結果が出たので、まあいいかなと思います。これからどん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 どうやったら結果が出るのかということをさらにね、頑張ってやっていきたいし、それでメルカリの方もね、メルカリショップ数のだけではなくて、メルカリの方もね、これから中古商品どんどん販売していきますので、この結果の方も楽しみにしておいてください。はい。今日大事なことを言いましたからね、スポンジボブね、スポンジボブ関係はちょっと売れるかもしれないんで、大学ノートじゃなくて他の商品もスポンジボブってたくさんキャラクターの商品が出回ってるんで、それをちょっと仕入れてもいいかなと思います。リスクがあるんだけどね。売れるか売れないかわからないんで、ただすぐに売れたということでございますので、すごい情報だと思います。僕がもうこの情報を配信するということはすごいということを言っておきますね。スポンジボブの大学ノート5冊組ね。それ以外にも、ね、大学ノートハローキティとかアナ雪とか売ってますので、そこに目をつけてもいいと思います。新品商品はね、だから中古でもっていうか、メルカリとかで仕入れてもいいんだよね。メルカリとかでスポンジボブノートとか検索していろいろ出てきます。スポンジボブって検索していろいろなキャラクターが出てきます。そのスポンジボブのいろいろな商品が出てきますので、それで300円で仕入れて、そして、800円とかで売って売れるか、ね、メルカリショップ で売るんですよ。メルカリで仕入れてメルカリで売るということはちょっと難しいと思うんで、メルカリショップ数、いや、メルカリショップ数も一緒か。だから、300円じゃなくて、やっぱり相場だよね。相場でスポンジボブでメルカリで検索して、いろいろな商品が出てきて、どれぐらいの相場で売ってるのかというのを検索して、それをセカンドストリートとかリサイクルショップで見つけた場合は、それを即買って検索してみてください。メルカリでね、メルカリはもう買い叩きというか安値で売ってると思います。ですのでメルカリじゃなくて別のルートで売らないといけないんだけれども、まあ売れるかな、ちょっと分かりません。そこのところまた研究して報告しますので、ね、よろしくお願いします。とりあえずね、先月はねラッキーだったということで、今月はまたね報告しますのでね、その都度ね、楽しみにしていてください。 Amazon の方ねちょっとね下火になってきたんで、メルカリでちょっと頑張りたいですね。Amazon で現在出品してる商品も並行してね、メルカリショップ数に出そうかなということも考えておりますけれども、まあ無理しないでね、やっていきますので、楽しみに見ていってください。そして僕のね健康生活ですけどもね、毎日ね朝ごはんと夜ご飯だけ食べてますね。そしてお昼はね静かにね Kindle でね、このファイヤー10かね、 HD10 かね、これタブレットで Kindle で
読書ね、健康に関する読書を今アドレナリンとかね、セロトニンとかの物質でうつ病対策とかそういったものをね、電気を消して、見ております。静かにしてね、こんな感じで真っ暗にして、静かに静かに、読んでおります。そして読み疲れた場合はね、読み疲れたらすぐにベッドに横になって1時間ぐらい仮眠をとると、そういう幸せな毎日を送っております。健康的なね、はい、今ね外ねめちゃめちゃ暑いのでね、午後はね、静かにのんびりと。それでオリンピックをね時々見てますけれども、あんまり見すぎないようにね、アドレナリンが出るんだよね、あれがね、交感神経がもうガーッと爆上がりするんで、あんまり見すぎて興奮しないようにしております。で、まあそういったことも気をつけながら静かに静かにね、のんびりとやっていきたいと思います。いいね、このウィンドウエアコンね、涼しいね。今外36度なんだけども、すごく涼しい。いいと思います。はい、それではまたよろしくお願いします。何でもね、僕ねできるだけ皆さんにねシェアしたいと思いますので、これからもよろしかったらね、チャンネル登録高評価、それでコメントの方もね、僕ね適当に喋ってるんで、台本なしで適当に喋ってるんで、なんかね変なこと言う場合もありますので、その時はコメントでね、意見をいただければ、お答えしますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それではまたね、ちょくちょく動画配信しますので、よろしくお願いします。失礼します。